第5試合本日のセミファイナルグラップリングアンダー65キロ5分2ラウンドを行います。はじめに青コーナーよりアゴデマン選手の入場です。いたします。赤コーナーよりノブ選手の入場です。ワールドシップケージファイトストロークチャンピオンノーフジャッジ内川貴之、同じくジャッジ田中裕樹、同じくジャッジ福江貴久、レフリー角秀明。なお試合に先立ちましてアゴデマン選手にはわがままクイーンズ様より激励賞が贈られております。ラウンドワン、はい、動け。
私は赤コーナーのワールドップストロー級、第2代チャンピオンのノブです。今日は、こんなコロナ禍なのか、来てくださったお客さん、ワールドップ開催してくれた影原さん、スタッフの方々、皆さんありがとうございます。本当は今日、なんすか、防衛戦やったんですけど、ちょっと残念ながら相手の方怪我してしまって、僕も怪我して試合飛ばしたことなんで、もうこればっかりしょうがないですけどね。で、青山さん、ありがとうございました。今日は仕上げていただいて、すいません、ありがとうございます。そうですね、なんかちょっと一つだけずっと言いたいことがあって、メインじゃないや、何ていうんですか、日本の格闘技界、総合格闘技界でシュートとかパンクラスとかディープとか、そっちの選手、強い選手ばっかですけど、僕こうワールドップでデビューして、ワールドでチャンピオンになって、ちょっと他団体グラチャンとかゼストとか出て勝ってるんですけど、こうインディー MMA の、チャンピオンは他でいて負けるわけにはいかないんで、他の団体にもどんどん挑戦して、ワールドのチャンピオン強いってこう証明していきたいんで、これからも応援よろしくお願いします。